まあいいや、やってみよう。今日一底が取れてる感じ。今この場所ね、もしかしたらちょっと深いかなって思われる。今日一このストーンっていうリフト&フォールのこの場所、今日一リフト&フォールがで、あの着底が取れてる気がします。これは大事にした方がいいかな。ドラストカゲ3コンティニューコインお団子10。ドラさん、こんにちは。コインありがとう。ドラストカゲ3コンティニューコインお団子10。ありがとうございます。サーフ難しいよ。面白いけど分かんないことだらけ。結構飛んでんだけどな。今日ボラサーフィンしてねえもんな。いつもこのね、波が立つとボラの影がバーって映るんだよね。ボラ遊んでんのみたいな。それが今日ないん。ボラサーフィン。あー。またやった。またやっちゃった。
これさ、そんなに早く巻かなくてもルアーが浮いて着底、ルアーが浮いて着底感じられる。しぶきが見えた W。 うん、そう、すごい。もうこれね、なんとか避けようとしてんだけど難しいね。ゼロにするには携帯が危ないけね、放送止まっちゃうからさ。ここね、間違いなく着底取りやすいのよ。ってことは、うわうわ、ということはここ深いと思うんだよな。どん底さん、悪くないと思います。その1、うん、悪くないと思う。ここね、トン、はい、今と着底い巻いて、1、2、着底巻いて、1、着底、うん、ここはもう完全にこのどこ投げてもね、どこ引いてても着底を感じられるの、ストーンっていう。場所によっちゃさ、結構ガーって早く巻いてもなんかずるびいちゃってるような場所があるんだけど、ここはね、ほとんど最初から最後までグーストーン、グーストーンっていう着底感じられるから、他よりは絶対これえぐれてるというか、ある程度の深さがこれあるんだ。メトコさん、マコ釣れた？どん底さん、お気に一人浮いてますか？はい、ちょっと待ってね、コメント見えなくて。ベトコさんダメ。ただ波の少ないところ、ようやく波のさ穏やかなところ見っけたから、今ちょっとここ重点的に攻めてる。いつもやってるところがもう僕にとっちゃ大しけでさ、ここはね波が少ない、波が小さい、波が少ないじゃねえな、波が小さい。まあそれなりにあるけれど、さっきの場所とは全然違うよ。もう波にこれやんのやだ、もうちょっとこっちやっか。5メーター1人。水着ギャルとかいないの？釣りギャルいない、いないよ釣りギャルなんて。あと27個前に出たら釣れますよ。はい、あと何、あと27分前に出たら釣れる。2、3歩前、27歩前。いやー、ちょっと俺の足の長さじゃ無理だな。クラコロさん、27歩前8見ます。ああ、ウサタウさん、もう100歩前進。何、もう100歩 ?100 歩前。メトコさん、その分、一歩分も短いやん。わあ。あっちのさ、あそこの方、波が全くないさ、あのヘッドランド際をちょっと攻めてみる？そうしたらちょっと先の方まで行けるかも。で、そこを、お、来た！来たー！ナイスー！来ました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 来たよ。クラコロさん、おおお、ウサタさん、お、どった、どん底さん、おおお、どん底さん、クロネコさん来たよ。ドラスさん、おおお、ガスケツさん来た、トトさん来た、クラコロさん、カヘルさんらしくない、らしくない。クロネコさん来た、クロネコさん来た、ヒラメ、ヒラメ逃げるな、あーヒラメ、ゲット
ガスケツさん、おおお、ビッグタダバタさん、88,888、ドラスさん、88,888、逃がします。クラコロさん、おお、これ、外れたけど取れた。クラコロさん、ヒラメ AA、ドンゾコさん、やった。クロネコさん、WWW、トトさん、ナイス。トトさん、ナイス。サクさん、88,888。いやー、ごめん。トトさん、スガ、ドラスさん、ボッカイコール。小さいけど、小さいけどヒラメ。あぶねえ。あぶねえ。やったー。バレるところだった。バレ、一回バレた。クロネコさん、とりあえず初ヒット。佐藤さん、これはおかえりサイズ？これをもうこれ逃がします。これはそげだから、これはあの30センチ以下はリリースなんで、こいつは逃がしますけど。クロネコさん、ありがとう。いいラメチ揺れた。いいラメチ揺れた。もうサオに入魂されちまった。入魂された。ナイス入魂、おめでとうございます。ナイス入魂。クラコロさん、カヘルさんらしくねえ。もうクロネコさん、ありがとう。はあ、記念すべき最初の一匹ヒラメだった。ウサカルさん、ナイス入魂。ナイス入魂。ヒデオンプさん、苦しそうだから人工呼吸。ああ、わかった、逃がしましょうね。ヒラメ入魂最高。ヒラメ入魂。マイさん、かわいそう。かわいそう。ああ、逃げたった。バイバイ。やったー、やったー。ドラスさん、これはまだおるぞ。まだおるぞ。クラコロさん、キスしてあげなよ。あ、キスして。ダンカーソゲ、おめでとう。入魂がヒラメは持ってるわ。 W さん、ダンカーソゲ、おめでとうございます。ありがとうございます。さきさん、タイラバ、タイラバ、タイラバ、あの100均のタイラバ、やったー。あー、嬉しい。ヒラメ釣りたかった。ヒラメって、まあソゲ、みんなそう。金のお茶、スジュー、お団子。ああ、お茶ありがとう。ねえ、これさ、これ佐藤さん、またこれティータイム、今ティータイムしてんじゃないの佐藤さん。また黒猫さん、おめでとうございます。私は A だったわ。 WWW ユッキーさん、おめでとう。そしておめでとう。ありがとうユッキーさん。黒猫さん、本当ありがとう。やったよ、初フィッシュヒラメ、できすぎ。佐藤さん、波でふわっとした時テンション抜けるから注意な。 W、 あ、わかった。あのね、そう、最後できすぎなんだが、できすぎなんだな。最後さ、ふわっと抜けた。ガスケツさん、おめでとう。ありがとう、ガスケツさん。やった、くそ嬉しい、くそ嬉しい。一応さ、一応ね、一応あのうんちく、やっあのここ、この瓦礫、ここでやったの。一応ねこのさ、石がババババババってあるところ、この先でやったから、一応狙い通りなんだ。狙いはね、当たった感じ。いやー、ありがとうございます皆さん。長い時間かけて見てくださった皆さん、ありがとうございます。もっとやりましょうね。うわー、嬉しい。クラコロさん、ここをサンクチュアリと呼ぶ。そう、サンクチュアリと呼ぶ。波のセットが綺麗に入るところは釣れると聞いたことある。そうなんだね、ドラさんね。地形がいいから、クロネコさん、地形がいい、別に波の動きに合わせて引き上げるまで。あ、わかったわかった。一応ね、そういう風にやってたんだけども、やっぱテンションが最後メトコさん、軽くなっちゃった。同じとこでまた来るかな。またね、またやろう。さん、ちゃんと欄干して場所見つけたんだからすげえよ。 W、 ありがとう。夜明けさん、今の率直な感想をお願いします。率直な感想、にやりにやり。黒猫さん、本当ありがとう。クラコロさん、でも前にカヘルさんヒラメ釣ってるからね。あ、ヒラメはさ、あのちょこちょこね、湯水野で釣ったり、なんか変なあれでは釣ってたんだけど、サーフで、なんだろう、ちゃんとっていうか、なんちゅうか、釣ったのはね、ほぼ初めてなんだ。やったー。ドラスさん、俺の目は間違いない。間違いない。メトコさん、前に釣ったヒラメは何センチだって。猫ネさん、ただいまカヘル。クラコロさん、小さいの釣れたから。はい、猫ネちゃんいらっしゃい。小さいの釣れた。小さいのでもね、猫ネちゃんね、ヒラメ釣れたよ。今日一番釣りたかった魚釣れた。やった、めっちゃ嬉しい。ドドドさん、これで心置きなくうなぎ釣りできますね。そうだね。猫ネさん、ヒラメちゃん、ヒラメちゃん出たよ。ちっちゃかったけど、あのね、一回ね、バラしたの、バラしたんだけど、グエーって捕まえて。猫さん、サーフ熱が冷めずによかった。 WWW、 やばい、サーフこれ
ハマっちゃったぞ黒猫さん。うおー楽しい。佐藤さん、今日釣れなかったらマジでサーフ遠のいてか W、フラコロさん。てか坊主率少ないよな、すげえ。そうだね、坊主率少ないね。ドラスさん、これはまだまだハマる気配 W。 まだまだ、ちょっとあのね、明日かさ、ドラスさん、明日か明後日にはあのフローティングベストが届くのよ。やばいね。まゆちさん、波打ち際に打ち上げられていたヒラメを助けた88万8888。違うよ、あれ俺つってんだよ。うん、ベトコさん、ダイソー平場ってのが、ダイソー平場。あとジンベエさんにも感謝しないと。ジンベエさんがね、赤使ってみればって言ってたんだよ。俺あのさ、マゴチオレンジでずっと釣ってたから、ずっとオレンジばっか使ってたけど、ちょっと赤使ってみればっつって、赤で出たヒラメ赤。クラコロさん、すげえよドア。うん、よかったよかったよかった。黒猫さん、私も今日ダメだったら延滞空気がしたからよかったなそんなことないけど、でもやっぱりドドドさん、ダイソーからタイラバが消えました。ダイソーからタイラバ消えた。そう、みんなねそうだね、ありがたいね、タミさんね。クラコロさん、緑はダメなの？緑はね、なんか重いやつしかないんだよな。ショアラバに使える。クラッカーヒラメお団子。タカさん、クラッカーありがとう。ドドドさん、これねマジでいいよ。これドドドさん、このタイラバ緑は 30g、40g ではね、緑ないの。あの50、60、あの重いやつしか緑なくて。30g、40g はオレンジと赤だけ。班長大月さん、テーフィー復活ですか？え？ちょっと待って、見えない。ゲイヒー復活？ゲイヒー復活っていうのは、あの体力は復活したよ。体力はさっきあのいっぱい寝たから。クラコロさん、ヒズが遠のく。あ、ヒズが遠のく。3時間寝たから体力は復活した。でもよくシングルフックにかかるよね。よくかかったね。シングルフックのいいところはさ、一回ガツってかかればバラシは少ないんだよね。今バレたけど、多分口の内側じゃなくて、多分外側にさ、皮一枚でかかってたとか、そういうことかもしれんね。トリプルよりさ、シングルはかかればね、かかれば安定する。佐藤さん、ちなみに今回のヒラメはどんな感じでヒットした？タコロさん、ヒラメなんて噛みつくタイプだから。ウサタルさん、タイラバで楽しんだら今度はバームでやってみようぜ。やってみる？今回ね、ちょっと今ね、なんか不規則な動きだった時だったと思う。なんかちょっと振り向いたとか、だからなんか完全に自分で釣ったって感じ、あの、わかんない。ちょっとタイムシフト見てみる。多分落ち際ではなくて、落ちてから引いた時、その時に出たとは思う。どん底さん、気持ちよくね。まあ俺
今日一ラさん、何の線でもアクションになってるのか。うん、そうかもしれない。おなんだ、いやー、今のは、あのさ、ちょっと違うよな、さすがに。どん底さん、行きたいのは。どん底さんさ、まあ俺今日一日中さ、あ、ここは離岸流です、チャンスあります、ここはなんとかですって言ったけど、ここほら、着底がさ、今日一番取りやすいとこってさっき言ってたじゃん。チャンスあるよ、どんどこさんも。深くなってるって言ってた、ハリアンさん、楽しそうだな。楽しそう、楽しい。ねえ、ここはさ、他と比べて全然なんか深さがあって、着底が取りやすいって話をしてたところだったから。だからやっぱり、他となんか違うところなんだね。何か変化が。ずっとほら、鹿島灘って遠浅なところじゃない？だからなんかちょっと違うぞっていうところに、やっぱ魚は。クラコロさん、難しいね、サーフ。ねえ、難しいけど、この自分でさ、妄想してさ、ああだこうださ、ここはこんな感じかなとか、なんかいろいろと予想してバッチシ当てはまると、これ楽しいね。ドラスさん、それが楽しいですね。ね、そうそう。どん底さん、沖にオスウッド浮いてるサーファーの動きも参考になるんすよ。あー、そうなんだ。サーファーも目印になるってことね。いやー、もう一匹釣ろうぜ。クラコロさん、サーファーに当てたら怒られる？怒られるどころか、あれだよ、傷害罪、もしくはとんでもないあれになってしまう。やった方が悪いからね。ローカルさんさん、こんな日中にサーフは苦行ですよ。ローカルさん、ローカルさんいらっしゃい。日中にサーフは気候って書いてあるのかな。ローカルさん今ね、そげだけど釣れたよ。入魂できた。入魂。やったよ。ローカルさんさん、いいえ、どんこです。え、どんこ？どんこじゃないよ。どんこじゃない。そげだよ。そげ。そげってか、ヒラメです。そげだってヒラメなのよ。どんこ？意外にこんな早巻きでも釣れんだね。うわー、やっぱりここ着底取れる。しっかり着底が取れる。こうやってさ、巻いた後にストーンってちゃんと落ちるんだよね。体感温度何度くらいですか？体感温度多分3、もう30度いってなさそう。今なんかちょっとね、涼しい感じがする、少し。うわー、どうだろう。さっき車出た時はすごく暑かったんだけど、今ちょっと陰ってて、いやでも暑いのかな。
ちょっといいとこ見っけちゃったな。あのさ、ここさ、これ後で皆さん、ここのさヘッドランドさ駐車できるか後でチェックしようね、帰りがけ。ここで車、多分サーファーがこれだけいるってことは駐車スペースあると思うんだ。それチェックしよう。もうちょっと前行くか。もうちょっと前。やばい、パシャン波。このダグダグ波は怖くないの。ダグダグ波はもうパワーがもうさ崩れちゃってるから、この波が立ってこの波の波頭がこの高くなった時に体に当たるとバシャーンっていくんだよね。このダグ、これもうダグダグダグってなってるやつはもう全然大丈夫。こういうやつ、あ、これは大丈夫だ、これ大丈夫だ。
ドラスさん、サーフィン用語でスープと言います。スープ、え、どういう状態の時がスープっていうの？パシャン波？ダクダク波？どっちがスープなんだろう。ダクダクダクっていうのがスープかな。ドラスさん、ダクダク波。ダクダク、ダクダク波がスープ。おお、スープスープ。すげえ、サーファーになれるぞこれで。あー、今日はちょっとスープが、今日はスープが長いな。立ってるのはショルダー。立ってるのはショルダー。あー、肩、ヘッドショルダーなんちゃらってやつ。ショルダー、ショルダーにスープ。大きな波は何スープ？オッケー。何スープ？これは大きな波、大きな波は何だろうね。ビッグウェーブじゃダメなの？ショルダー&スープ。ヘイショルダー、ヘイショルダー。かっこ悪い。俺が言うと途端に、俺が言うと途端にかっこ悪い。ドラスさん正解。正解、天才正解。お、ナイス。わお。おう、おう、おう、やめよう、もう。こういうことを言ってるとどんどんリスナーさん減るの知ってるからね、やめましょうね。ドラさん、サーフィンもやってたのかな？それともあれかな？えい、よし、さあ仕切り直し、仕切り直し、もう一枚釣ろう。私は欲深い男でね。あー、これはショルダー。あと10代の頃やってました。10代のパンダの顔、パンダの顔、10代の頃やってたんだ。パンダの顔。あら、まあ、かっけえ。俺はずっと釣りしかしてなかった。釣りしかしてない、ヒゲカヘル。マジか。あのロングボードは面白そう。ロングボードでパシャパシャしたい、波のないところで。あー、草刈さん、俺は伝説の岡サーファーに憧れてやってないです。マジで？ドラスさん、平砂浦でもしてましたよ。 W、 あ、平砂浦、あ、そうなん。マゴチで有名な平砂浦だよね。ドラスさんとはもう千葉の話がもう完全に話せるから。どん底さん、平砂浦、平砂浦ね。僕はあの平砂浦、平砂浦言ってるけど、すれ違ってるかも。うん、平砂浦、平砂浦言ってるけどさ、すれ違ってる、すれ違ってるかも。俺ね、平砂浦行ったことないのよ。上州屋の社員の人がみんな平砂浦行ってて、それでだからそこはいいポイントだっての知ってるだけで、僕はね、よくチクラ行ってたの。前も言ったけどさ、これ前もドラスさんと話したけど、ドラスさんね、俺、佐藤さん、千葉のチクラか、千葉のチクラ、そう、チクラの瀬戸浜、瀬戸浜ってとこによく行ってたんだ。それこそ通ってた、うちの父ちゃんと瀬戸浜。すごい小さな浜なんだけど。ドラスさん、千倉千歳から飯岡大洗城市まで、まあそこまでも全部制覇してる感じ。波が一番強いとこってどこなんだろう。
ックラコロさん、シクラ釣れないイメージ。あー、シクラね、何を釣ってたかっていうとね、俺今サーフってカッコつけたけど石持ち釣ってたの。瀬戸浜にはね、多少の岩場があってさ、その岩場周辺で石持ちすごい釣れたのよ。だからヒラメとか釣ってたわけじゃなくて、父ちゃんとね石持ち釣りするのがそこで好きでさ、しょっちゅう行ってた。あとは九十九里の片貝漁港、片貝海岸の栗山川河口か、あそこも通ったよ。黒猫さん、フラットジャンキーに入魂したから次のロット来ようぜ。ドラッサロット片貝サクタ、うん、片貝サクタ、あれサクタ川だっけ、あれサクタだっけ、栗山じゃなかったっけ、あそこのさロットもこれ使い倒すよ俺。グラコさん、片貝海岸、一宮とかね、あそこら辺ももう、まあ、ほとんど石持ちなんだけどね、うちの場合ね、石持ちばっかりやってたから。うわすげえ、今なぎてて気持ちいい。なぎは好きだ。佐藤さん、入魂したし黄色いお店に出して次は山田かな。最低なんだけど、これなんでそういうこと言うのよ。あ、ショルダー、相棒、相棒、もうサーフの相棒よ。キサラギさん、ヒラメ釣れたの。ヒラメ釣れた、キサラギさん、どうも。ヒラメっていうか、ソゲだけど釣れたよ。また平場ね、平場のね赤で釣れた今日は。ショルダタミさん、白波が消えた。白波ね、ここね、このヘッドランド近くまで来ると波が、このなんだろう、あそこの猫さん、それがな、世の中にはもっといいロットが WWW、 もっといいロット、いや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 、ヒゲくんめっちゃ気に入りました。この重いさ、重いルアー投げてる時の安心感が半端ないし、やっぱりこの10フィートのアドバンテージは素晴らしい。9と10でこんなに差があるとはね。9と10の差がやっぱすごいのと、何せさ、この太い竿がさ、ちゃんと振り抜けてるのかな、自分の中では。それだ、振り抜けてる感じがするんだよね。最初見た時すごい太いから大丈夫かなと思ったけど、全然。ルアーの重みが加わるとさ、しなやかに曲がってさ。キサラギさん、今までシーバスロットでしたって。反発力もすごいあって、ごめん、なんだろう、そう、自分のラテオのあれは多分シーバスロットだよね、あの M は。で、この黒猫さんからいただいた竿はラテオ FJ って言って、フラットジャンキー、あー、それだ、完全にこのフラットヒラメとかマゴチ専用のロットになってん。
全部さストップアンドゴーで来てて、ただ巻きではまだ釣れてない。ただ巻きする必要なし、もうこの釣れる釣り方、ひたすらストップアンドゴーを極めるべしか、それともどこかでただ巻き入れるといいのかも、どっちなんだかね。ただ巻きも入れて方がいいのか。浅場になったら、浅くなったらただ巻きとかね、なんかいろいろ応用版はあるかもしれない。今はひたすらストップアンドゴーを。ウサタウさん、いいロット、ヤマガと見せかけてリップルフィッシュア。そんなのもあるの？リップルフィッシャー。世の中台場シマノだけじゃないのね、いろいろあんだね。ハリランさん、やっぱり海はいいですね。海はいいな、川もいいよ川もええよ。これから過酷な青釣り始まるかんね。何が過酷って、タニシを取るのが過酷班長大月さん、山もいいよ。ドラスさん、山もいい、湖も沼も水路もええよ。 W ええよね、俺ドブですら好きだから。ドブですらさ、うん、ここ魚いるかもしんないとか言って。俺山もいいかい。ロリコさん、リップルは山がなんだけど、山がじゃないトヨタとレクサスみたいな感じ。あ、そういうことか、上位機種みたいなやつか、レクサス。俺ドブ側見るとさ、あの青色チェックするの、青色チェック、ドブ側のあの独特な青みがかったあの排水の色あるじゃない、あれがあるとさすがに魚はいない。あ、ここは青みあるかなないかなって見て、あれはあの青みってなんだ、あれケミカルの青なのかな。で大抵あの青がなければ、青みがなければなんとかなるみたいな。班長大月さん、タニシ巻いたら綺麗になるんかね。ウサタウさん、黒猫の兄貴にリップル買ってもらって、ヤマガのお風呂をヒゲに。なんで黒猫さんに買ってもらう流れ。タニシがそこで生きてれば浄化はしてくれると思うけど、あれどうだろうね、ギリギリ生きれればの話だけど、あのあれだとなんかもうタニシすら死んでしまうような色のところあるからね。タニシはマジで浄化能力が高い。タニシはね、あれ不思議な魚で、不思議な生き物だよね。俺思うに、あのタニシって何なんだろうね。あの一番不思議に思うのはさ、オキアミってさ、オキアミはオキアミで絶対オキアミ人生楽しいことあるとは思うんだけど、なんかもうオキアミってさ、海のタンパク源じゃないよ、どんだけ増えるねんっていうか、どんだけ数いるのみたいな、楽しいわけないじゃんねえ感じじゃん。班長大月さん、タニシってうまいらしいね。タニシ食べられるらしいよ。でまあそこまでオキアミまでとは言わないけど、タニシもね、環境さえ整ってれば、まあ無限ではないんだけどさ、めっちゃ湧く。
ただ環境が悪くなると一気にタニシはいなくなる。整ってさえいれば数はすごいよ。ウサタウさん、泥抜いて味噌で煮ると耳いいとか、寄生虫に注意、成虫付き。クラコロウさん、イカが絶滅したらほとんどの魚絶滅するらしい。あーマジか。アインシュタインが言ってたのはさ、ミツバチが絶滅したら人間はもう終わりだとかってなんか言ってたよね。これなんでだっけ、なんかちゃんと根拠あるんだよね。ミツバチが、ハチがいなくなったら人間はダメなんだって。クラコロさん、受粉できないから。うん、なんかね、あーそういうことか。ハチがさ、でなんか今ミツバチ農家がすごく大変だとかって話、あ、聞いた、あ、うわー、来た、わーの、来い来い。班長大月さん、おう、うさたうさん、みんな手作業で受粉せにゃならんから食糧難になる。あ、そういうことか。うわー、今クラコロさん、めちゃ近い今ね。アリランさん、イカ釣りはしないんですか。イカはね、近くにいないのよ。あ、これ今当たったと思うよ。今ホーリングの時にね、ガラコンって感じだった。やっぱここいるな。場所覚えておいて。うんうん、覚えて。場所さ、さっきのこれ、さっき釣れたとこだよ。さっきヒイラメソゲ釣れた場所、同じ場所、深さがあるよって言った場所。またここに戻ってきたっけ。一発目で来た。やっぱここはなんかおるわ。ホーリングの時、今度はね、なんかガラコンってきたの。ドラスさん、おるおる。おるおる、おるよ。ナイスキャスト。やっぱここ深い。スープ、あー、これビッグスープ。よいしょ。
なんかでっかいの釣りたい贅沢になってきた。なんかギュンギュンギュンってグン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 って引く、なんかでっかいの釣りたい。班長大月さん、握りはまだあるのかい。黒猫さん、www フラコロさん、ちょっと贅沢一匹釣れたらさ、黒猫さん、一匹釣れたら急にさ、気が大きくなって大きいの釣りたいなんてのたまえ始めた。班長大月さん、テンション高いな W。 いやだってあれやっぱさ、このサーフでこのガコーンって食った時のさ、あの感触すごく、フラコロさん、生き生きしてるね。マジか、すごくいいよ。佐藤さん、明日はリオ様送ったら釣り来る？どこ？あー、ピオ様明日送迎でしょ。俺ね、佐藤さん、俺明日さ、あれが気になってて、ライフジャケットが気になってて、それをしっかり受け取りたい。受け取って、ライフジャケットを受け取ってさ、それで改めてって感じにしたいから、明日はちょっとゆっくり休もうかな。ライジャケを待つ回。フラコロさん、明日来るの確定いる。明日か明後日。今日発送のメール来てなかったら土日には来ないよ。あ、そうなんだ。月曜日か。ヤフーのメールを見とこうってことね。タミさん、どちったの？ポチった。さん、個人電話遅い。ポチった。ライフジャケットポチった。あ、ショルダー、ビッグショルダー。わーおね。ナイスじゃない。たまに騒いでくれるから楽しい佐藤さん、意外と迷惑メールのフォルダーに入ってるからそっちも見てね。それか、困るな。それハンチョウ大月さん、鉄製の傷を作ればご信用になるからおすすめ。マジで？ヒゲに鉄傷、完璧じゃん。発送メールに到着費もあると思います。ああ、そうなんだ。ああ、ショルダー&ヒップ。でもさ、ヒラメもよくこんなのかかってくるよね。なんだと思って来てんのかな、エビだと思って食うのかな。あーなー、でっかい、あーでっかいスープ、うおー、これ、あー波ちょっと強くなってきたぞ。なんで、さっきまで穏やかだったでしょうよ。ちょっと移動してみます？移動してみますか。もしかしたらさ、トレジャーランドがあるかもしれない。タミさん、運送業者を登録しておくと荷物の追跡もできるよ。黒猫さん、ね、いいぜ。行ってみようか。追跡ね。今ここはさ、とりあえずまた帰りがけに打ってもいいやん。いいポイントであることは。行ってみましょうかね。えこれ新たな、なんか、あ、でもあっちすごいね、波やっぱ強いわ。あのサーファーの人がみんな帰っちゃって、今一人しかサーファーいないから、左側狙える。行ってみよう。
ちょっと同じところ飽きてきちゃったでしょ。行ってみましょう。でまたあのね、素人サーフ釣り師がまたうんちく語るから、うん、これはいい離岸流って。なんか離岸流の他になんかないのかな。馬の背とか、そういうなんかワンド。用語を気にする。さあここですね、来ましたね。はいはいはい、これですね、このジャリジャリ。神さん、うんちくは慣れてますW。 うんちくを語ってこそ配信者ですからね。素人でもまあこう発見していく過程を楽しんでください。さあさあどうです、ここお得意の砂利ですよ。砂利が打ち上がってるところは要注意。これはこの大磯ロングビーチはいますね。しかも砂が硬いところは、よく締まってるところは、柔らかい砂は大方沖合に運ばれているから固く締まってるという話を聞いた。なのでここはポイント。倉五郎さん、高齢窃盗団コードネームは G3S、G3 ズ、88歳、70歳、69歳の3人組で空き家専門の盗みを繰り返す。何それ、え、またそれ茨城県、茨城始まっちゃったね。倉五郎さん、北海道、倉五郎さん、おじいさん、おじいさん窃盗団、おじいさんになっても窃盗団何やってんだよな。本当に茨城のさ、暴走族見てるとマジで悲しくなる。なんかいい年した おっちゃんらがさ、はぁーって感じ、あれ見てて情けなくなってくる。バイクを愛するのはいいけど全然違う。